世の中に車愛が強すぎるカーマネーの方をお呼びしてですね、はい、愛車を見せてもらいたいと思うんですが、はい、まず、はい、見せてもらう車がすごいんですが、はい、その前に、はい、このカーマネーさんお名前がすごいです。ヘビ女なんです。ヘビ女読みたいと思います。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヘビ女でもなんでもない。なんかね、なんでヘビ女なの。まあ、コブラなので愛車が。コブラ、はい、これシェルビーコブラですよね。はい、そうです。あ、今ちょうどね来てますけど、めっちゃかっこいいじゃない今日どっから来たんですか。今日兵庫県から来ました。兵庫県から、はい、これ乗ってきたの。はい、自走で来ました。ホロは。ホロはないです。でしょ。はい、兵庫県からこれ今埼玉ですよ。どれくらいかかるの。7時間半ぐらいかかります。7時間半これで来たの。はい、お会いしたかったのでこれはどこの AC コブラなんですか。これは、スーパフォーマンスの AC コブラになります。ああ、これはいつのですか。一応新車で本国では作っているので、ああ、うん、それを持ってきたっていう形になってて、うん、年式は一応まあ不明ということで。ああ、そうですか、はい、どのくらい乗ってんの。で今で2年ぐらいになります。ああ、偉い。まあね、スタープライトとかね、まあ、元々これは、ね、AC コブラっていうのはもうそれこそ1960年代の、はい、うん、車だと思うんですけども、それをね復刻させて乗ってるってことですね。いや、はあ、エンジンは。エンジンは7リッターあります。フォードのリッター何キロ走るの。だいたい2から3ぐらいですねお値段はいかがですかお値段は、まあね、ちょっとね、まあ、ざっくり15ぐらい。1500万。はい、うわ。あ、でも1500万で買えるんだ。そうなんですよ。まあ物はないですからね。そうですよね。なんでこれを選んだの。まあ、究極のオープンカーはこれかと、はあ、はい、思いまして。はあ、あとこれを乗りこなせるのがすごいねこれオートマですか。いや、マニュアルです。おおおお、はい、おお、私もマニュアル車しか乗らないので。いや、すごいよ。この膝掛けがいいですねこれ寒いもんね。寒いんですよ、うん、これ乗ると。だからこの膝掛けをこうすると足元からのオイルヒーターで、うん、あのこたつみたいな感じに乗ることができるんですよ。これ雨の日は乗んない。いやないでしょ。極力避けますけど、乗らざるを得ない時もあるので。途中でね、そうなんです。雨降ってきた時あるじゃないですか。あります。ああ、いや、めっちゃかっこいいめっちゃかっこいいわありがとうございます。これを乗ることがかっこいいわ。これ FRP、はい、どうですよね。そうでしょう、うん、これね、1500万でしょ、はい、まあね、年齢来るとあれですけど、若いのにこれを買うお金ってどうしたんですか。まあ、学生時代からずっとオープンカーが乗りたくて、うん、もうコツ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 ずっと貯めて、一人暮らしの時の食費も5000円とか、ああ、お腹が空いたら釣り行ってお金貯めたりとかして買いました。藤岡弘さんみたいですねそう、はい、何歳の時からこれに憧れたの。いや、これを買おうと思って決めたのはもうお金が貯まった時ですね。ああ、その時にあの家にガレージがあったので、ああ、あ、じゃあもう屋根なくていいかと思って。ああ、で、まあ、ヘビをたくさん買っていて、ああ、で副業としてヘビをブリードして販売もしているので、ああ、じゃあヘビとコブラでいいんじゃないみたいな感じでこれにしました。ああ、はあ、あのボイグレンドとかいる。いないです。いないの、はい、いや、でも ねえ、ヘビのブリーダー、うん、普通男寄らないですよ。そうなんですよ。ちょっと見てください。ちょっといいですか。あ、ほら、これもヘビです。ほら、見てくださいよ、これも。ヘビだ。ヘビです。ねえ、おお、あー、なるほど。いや、でもさ、ヘビ女だ。はいオープンカーが好きでお金貯めて、はい、最初に買ったオープンカーは何ですか。これです。え、これ、はい、いきなりこれ、はい、はあ、それまでは。それまでは屋根が普通にあるスイフトスポーツとか、うん、あと FD3S とかを乗ってました。ちゃんと、あ、そういうことか。車好きなんです、ね、ちゃんとスイフトスポーツ乗れるんだから、うん、ちゃんとした力量を持ってるんだ、ね、このオープンカー乗るよりもその前に車を乗る技術があるんですね。と思いますよ。だってそうですよ、ね、スイフトスポーツに乗って FD に乗ってるんですよ、うん、そうですよね。もうその時点でもう走りに対する意識が高いよね。車大好き女ですよ。これってどうやって買うんですか。はい、私カーセンサーで探しましたね。カーセンサー、はい、カーセンサーであった。これありました。これ
カーセンサーで1台目を広島に見に行って、うん、それが 5000cc だったんですよ。で 5000cc の音を聞いた時に私が乗ってた FD よりも音がちっちゃかったんですよ、うん、で、あ、これは違うと、そしたら 7000cc が大阪にあるよって言ってその足でそのまま見に行って、で音を聞かせてもらったんです。 7000cc を買いますって。ちょっと音聞かせてよ。ああ、ぜひ、はい。7リッターの音を。いや、あなた素敵だね。ありがとうございます。本当素敵。めっちゃ素敵ですよ。まだこの車をさ、今日ね、7時間かかって兵庫県から来てくれたことに対するもうなんかさ、もうね、ありがたいね。ありがたい、ありがたい。いや、本当にありがたい、あなた。車業界ね、あなたは必要だ。ありがとうございます。いや、本当に。なんか俺なんか、いや、これ嬉しい、もうかけてください。はい、嬉しくなっちゃう。かけますね。はい。いやいや、すごい。でも、いや、すごいな。これね、あなた、可愛いじゃないですか。ありがとうございます。ね、あの、ヘミオンナさん。で、可愛くて、これを乗ってると、うん、街で、どう思われるの？どう思われるの？ナンパしてこない？あ、でも、あの、信号待ちとかでめっちゃ壊されます。ね、はい、壊されるけど、ナンパしてこないよね。逆に男逃げていっちゃう。逃げるよね。逃げます。で、うん、そしてヘビですよ。うん、これだって自分で買ったと思わないじゃないですか。お前お前、よく言われます、うん、パパいるんですか、うん、めっちゃ言われるよね。聞かれます。それはあなた偉いわ。偉いよ偉い。いや、これ乗ってたらめっちゃかっこいいですよ。いや、かっこよすぎる。これ運転はどうなんですか。簡単なんですか、それとも大変。やっぱちょっと大変ですね。癖がある。あの、パワーステもついてないので。あ、重いんだ。重たいです。重捨てです。エアコンはないです。夏はどうするの。熱中症になります。ああ、そうだよね。いや、そう、あるのはヒーターだけ。ヒーターが、一応オイルヒーターがあるのでそれだけですね。ちょっとエンジンみたい。あ、はい。はあ、7リッター、はい、5リッターの音じゃ満足しなかった。満足しなかった。できなかったです。いや、ヘビさん、そんな人いるんです ね。いや、あなた本当すごいわ。5リッターでもいい音しますよ。5リッターの音じゃ満足しないんですよ。FD が結構エンジン手入れてたので。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗エンジン。結構エンジンは磨いてます。いや、これエンジンめっちゃ綺麗な。なんかこれ新車みたいだね。あ、新車。今でも買えるのこれ。一応本国で、はい、輸入することはできます。これアメリカから。アメリカです。そうですね。エンジンはどこのこれ。これは フォードのエンジン。フォードですよね、はい、フォードエンジンのラウシュチューニングです。うわ、そうですよね。はあ、めっちゃ綺麗。新車。一応結構もう2年乗ってますけど、乗った後とかは結構拭いてます。あの、油漏れとかオイル漏れがあった時にやっぱすぐ気づきたいので。新車だよこれ。これ2年で、はい、あれはあの、なんかトラブルとか故障は。そこまで大きな故障はなかったんですけど、うん、あの、ホイールがちょっと外れないとか。今日もう夜遅いでしょ、はい、で今日泊まってまた明日帰るんですよね。はい、そうです。うちに泊まるのダメですよ。ああ、え、泊めてくれるんですか。いいですよ。やったー。本当でもそれダメです。危険ですよ。ダメです。ヘビに噛まれちゃうからね。いえいえ、ヘビに巻きつかれるから。ああ、そうか。巻きつけてほしいくらいですか。いや、でもちょっと土屋さん、はい、座ってみてくださいよ。あ、ぜひ。あ、これ運転席と助手席で全然座り心地が違うんですよ。はい、どうぞ座ってください。もう見た感じで多分違いが、シートの高さとか。これでもね、あ、そう、当時のって FRP じゃないでしょ。はい、鉄だよね。うん、鉄。当時は鉄ですよ、最初の AC は、うん、だから昔よりもボディは軽くなってるはずですよね。それはそうですよ、 FRP で作ってるので。そうですよね。だから逆にいいんじゃないの。はあ、い、すげえ。このギア、シフトノブ、うん、すごい。シートに対してオフセットしてるペダルが全部。なるほど。ああ、うん、はあ、すげえこれ。長時間乗ると結構腰にきます ね、はい、だから7時間ね、うん、
ぱりねえ、クラッチ重い。あ、そう。これ女の人が7時間もかけて乗ってくるこのクラッチ。いや、だからこれね、実はマニュアルとオートマもあるよね。オートマもあります。あるよね、はい、だから普通みんな今もうね、これね、みんなオートマでしてるよね、はい、だからこれでマニュアルにしてるって俺聞いたことないもん。ない。みんな楽に乗ろうとしてるよね。すごい。えらい。いや、えらいよ。ありがとうございます。えらいわ。このクラッチの重さで7時間東京まで来るってすごいよ。すごいよね。でこんなに綺麗にしてる。いや、めっちゃ綺麗。えらい。はい。いや、すごいですよ、うん、ねえ、ゼリーさん、クラッチ踏んでみて。はい、わかりました。いや、本当にこれで本当に7時間も運転してきたのっていうぐらいクラッチ重いよ。何この靴、あ、そうだ、スニーカーじゃないとダメだよね。スニーカーじゃないと。当然アクセルも重い、リンケージだから。2時間ぐらい運転しだすとだんだん足がしびれてきます、ね、振動で。ものすごいね、クラッチ、ね、重いでしょ。そう、もう強化クラッチぐらい重い。これさ、俺だったらクラッチもっとパワーにしてもらって、うん、柔らかくしてもらう、ね、そうでしょ、うん、このアクセルも重いでしょ、うん、えらいな、ね、えらい、うん、もうオートマにしようよ。嫌です。嫌です。嫌です。もうしよう。マニュアルがいい。マニュアルがいいです。もうしよう。嫌です。もうね、そのうちはあと1年ぐらいすると足腱鞘炎、腱鞘炎になるよ、うん、ねえ。いや、これはすごいわ。これもう、いや、これ見てる人分かんないと思うけど、クラッチは重いわ。本当アクセルもちょっとこう重いわけよ。普通の今のフライバーワイヤーじゃないから、もうワイヤーで引っ張ってるから、アクセルも重いし、クラッチはね、まあ、チューニングカーに乗ってると分かるけど、本当にあの強化クラッチ入れてるような、そういう重さ。本当ですね。ね、でしょ。これで兵庫から来たんですよ。ただもんじゃないな。ただもんじゃない。ただもんじゃない。嬉しい。ありがとうございます。本当に嬉しい。どうぞどうぞ。いやー、すごいわ。いや、これ元に戻してもらう。あ、はい。これはすごいわ。いや、ヘビ女さんはね、本当にね、えらい。かっこいいよね。もうなんか嬉しいね。いや、こういう人が本当にいてくれることがもうね、嬉しい。もう幸せですよ。本当ですか。うん、本当にありがとうございます。いえいえいえ。これからもね。はい。千田学。はい。これ乗ってください。はい。ずっと乗り続けます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、ヘビ女さん。すごい、もうヘビ女じゃないよな。本当すごい。